ようやく目覚ましたか。今日が水曜日じゃなくて命拾いしたな。水曜はこの辺生ゴミの回収日だからよ。傷口はまだ完全に塞がっちゃないが、まあ、立てんなら問題に。さっさとお家に帰るんだな。母ちゃんとかかみさんとか子供とか誰かは心配してんだろう。俺は迷惑はごめんだ。ああそうそう、場所は適当に自分でやってくれ。あの世を。おい、あの男はやっぱ死んだか。死んだだろ。いや生きてるよ。え、なんだよくさ、俺の負けか。悪いけど負け分はつけて頼むよ。わかったよ。しかし釣り糸で縫っただけでよく直せるもんだ。さすが元看護師だな。ああこの男の生命力あっての結果ってとこだ。ああなんてしぶとい野郎だ。お前が死ぬ方にかけて損したぜ。おとなしく死ねっての。ああ なんでその目。じゃあお前が負け分払ってくれんのか。やめろバカモン。それより今日は久しぶりに大漁だ。あんたも一匹食うか。おっ、お裾分けしてくれんのか。でもカセットボンベを切らしててな。一本調達してくれたらそれと魚は交換だ。ああマジかよ。仕方ねえ、ちょっくら探してくるから待っててくれ。あの世。どうした。そのいろいろ聞きたいことが。とりあえずここはどこだ。偉人町だよ。偉人町。偉人町、伊勢崎偉人町。ここは横浜だ。知ってるだろ横浜。はあ、横浜。なんで俺が横浜に。そんなの俺は知らねえ。三日前かな、夜中周りが騒がしいと思ったら仲間が血まみれのお前さんを担ぎ込んできたんだよ。ゴミ捨て場に捨てられてたっつってな。死んでるかと思ったんだが気を失ってるだけだった。死にかけちゃいたけどな。で、あんたが手当てを。うん、でも見りゃ分かる通りここじゃろくな手当てはできねえ。助かったのはあんたがしぶといのと弾の当たりどころが良かったことだ。弾は心臓をギリギリかわして動脈を傷つけず背中から抜けてた。軌道がちょっとでもずれてたらあの世行きだったはずだぞ。そっか、ありがとね。つまりあんたは命の恩人。勘違いすんじゃねえ。え、ここで死なれちゃ俺らが困るんだよ。困る。殺人事件となりゃ警察が来て目撃者を探すために俺らにいろいろ聞きに来るだろう。かもな。マスコミもドヤドヤやってきて俺らにカメラ回してマイク近づけてくるだろう。かもな。かもなじゃねえ、バカかお前。いいか、そもそもここに俺らは住んじゃいけねえんだよ。
自分で言いたくもねえが、俺らは不法居住者なんだ。そっか。しかも住んでる奴らはいろいろと訳ありのもんばっかりだ。カメラだのマイクだの、迷惑どころか命取りになる奴だっているんだ。わかったか？わかったよ。いや、とっとと自分の家に帰れ。自分の家。すまねえな、イチ。帰る場所なんてねえんだ、俺には。うん、あの、迷惑はかけねえ。少しの間だけここで休ませてくんねえか。やだね。頼む、ちょっとだけ助けると思って。助ける？まさかお前、俺らが助け合って生きてるとでも思ってんのか。俺たちは奪い合って生きてんだ。俺らの世界ってのはな、コンビニで廃棄された弁当一つを狙って何十人もが群がる世界だ。お前がここにいるとその分誰かの食い口が減る。大迷惑なんだよ。さっさと消えろ。分かった。そうやな。傷もまだ治ってねえし、体力も限界。倒れて当然だ。しょうがねえ、少し休んでけ。ありがてえ。あんた、なんだかんだでいい人なんだね。ここで死なれちゃ困るって言ったろ。それだけだ。そうだったよな。でも恩に着るぜ。とはいえ、まずどうしたもんかな。どうしたもんかって何がだ。俺はお前と長い付き合いをする気はねえ。でもここにいる以上、俺の言うことを聞け。ああ、分かった。お前、名前は？一番。春日一番だ。うん、偽名を使うとは意外と用心深いな。まあ、こういうとこじゃ偽名を使うのは普通だ。でもネーミングのセンスがねえな。偽名ならもっと。本名なんですが。え？そうなのか？ああ、これは失敬。じゃあ一番でいいな。なあ、で、あんたは？ナンバだ。ナンバ。偽名なんだろ。さて、どっちでしょうか。興味ねえよ。そういうこと。ここではそんなのはどうでもいいんだ。ところでお前、少しくらい金持ってんのか。一文なしだろ。なあ、一銭もねえよ。問題ねえよ。でも今からすぐ金を作ってもらうぞ。稼ぎ方は俺が教えてやる。なんだよ、いきなり金を稼げって。ここにいたいんだろ。でもそれは俺の一存じゃ決められねえ。村長からの許可がいるんだよ。村長？ここの秩序を保ってる古参のホームレスだ。村長の許可さえもらえば、まあ、お前もしばらくここで安静にできる。でもそれにはまず多少の金を稼いでもらうのが一番なんだよ。上納金ってことか。うん、そうとも言えるが、ちょっと違うな。村長はな、甘えを許さない男だ。働かない者や怠け者、嘘つきは徹底的に排除する。そういう人に許可をもらうには、汗水垂らして金を稼いででもここにいたいっていう意思表示が大事なんだ。わかるか？わかった。でもどうやって稼げばいい？教えるって。夜までに少し稼ごう。ついてこい。さて、じゃあ始めるとするか。始めるって何を？稼ぎ方を教えるって言っただろ。よく見とけ。これが俺たちの稼ぎ方だ。
稼ぎ方ってこれかよ。かっこ悪いな。かっこいいとか悪いとか言ってられねえんだよ俺たちは。プライドなんか捨てて地べた這う覚悟がねえと生きていけねえぞ。ん？この感触は500円玉。え？本当か？ああ間違いない。今日はついてるぜ。それ。なんだくそ。変な希望持たせるんじゃねえ。ったく。ほら、次はお前がやる番だ。この付近にある自販機一通り回って調べてこい。うん。あとゴミ箱もな。金になるものが捨てられるかもしれないからよ。分かったよ。俺は先に戻ってるからよ。お前も調べ終わったら戻ってこい。この町は危ねえ連中がたくさんいる。あまり遠出しないようにしろよ。じゃあな。しっかりやれよ新入君。どうだった？頑張ったんだな。稼げた分はたったこれだけだ。村長、こいつが話してた男です。で、なんだ坊主。一番と言います。わけあって、撃たれたんだろう。そりゃ腐るほどわけもあんだろうよ。はい、体が回復するまでここに置いちゃくれませんか。これっぽっちですが、金も用意しました。てめえが稼いだ金だろう。せいぜい盗まれないようにするんだな。え、受け取ってもらえないんですか。じゃ、俺ここにいちゃダメってこと。ここに住む人間にとって重要なのは金よりも身の安全。はい、わかります。自分で働いて律儀に金を持ってくるような新入りなら島を荒らすようなことはしねえだろう。ありがとうございます。村長の恩義必ずお返しします。恩義？ヤクザかお前。ええ、つい最近まで、ええ、遠の昔に見捨てられてたみたいなんすけど。ふん、何があった？話せ。
18年も無所勤めした子分を打つなんて、なかなか根性のある親分だな。辛いか？辛いとかどうとかって、そう、なんとも言いようがないっていうか。やるよ。ありがとう。尻尾はちぎってこんな風に酒に入れてみな。え？ああ。しみるな。これぞ異人潮流ヒレ酒だ。体が治ったら出ていくもよし、住み続けるもよし、好きにしろ。本当にありがとうございます。で、明日からどう暮らすんだお前。自分の食いぶちは自分で何とかしろよ。分かってる。じゃあ朝5時半に出るぞ。とりあえず無難に缶でもやるか。缶？缶拾いのことか。そんなに早く起きんのか。早いもん勝ちの奪い合いだからな。寝坊したら置いてくぞ。分かった。やる以上はバッチリやるぜ。おう。ああ、はい。なんだ？チャリに乗るのも久しぶりだな。そいつはただのチャリじゃないぜ。缶拾い用にカスタマイズした代物なんだ。三輪だからこける心配もないしな。まあ、チャリに乗るのが久しぶりなんだったら、ちょっと。ちなみに、そいつは後ろに漕ぐとバックもできるんだ。結構便利なんだぜ。よしよし、大丈夫そうだな。じゃあその辺一周して缶拾ってこい。ここの川沿いは結構空き缶が落ちてるスポットなんだ。まずはまっすぐチャリこいで探してみな。ねえ、わかったよ。ん？落ちてる落ちてる。
んだ。全力でこぐって気持ちいいな。ただ勢い余って壁に激突しないように気をつけねえとな。おっ、あそこにも缶があるな。なんだあいつらは。おいおい、あいつらも缶拾うのかよ。缶拾いにもライバルがいんのか。ま、そのくらいの方が張り合いがあっていいな。一周したし、ぼちぼち缶さんのとこに帰るか。チャーリーには慣れたか。ああ、だが缶は他の奴らに拾われちまったな。まあそんなもんよ。異人町は特に空き缶集めに情熱を注いでいるホームレスが多いからな。ちんたらしてたらいつまで経っても拾えねえぜ。弱肉強食なんだな、ホームレスの世界もよ。アドバイスをするとしたら、他の奴らに狙われた時はさっさと逃げろ。それか全速力で突進して逆に缶を奪い取るかだな。逆に奪い取るか。なるほどな。てなわけで次が本番だぞ。たくさん集めて時間内にここに戻ってこい。決めた時間1秒でも過ぎたらまともな報酬は出ねえと考えておけ。俺は短気だからな。時間内にこの駐車場の前に戻ってくればいいんだな。わかったよ。拾った缶が多いほどバックも大きいが、欲を張って時間が過ぎちまうとアウツだからな。アウツなのか。じゃあ頑張ってくれ。お掃除の時間だ。缶の山だぜ。飛ばしてくれ。うっ、缶の山だぜ。こんなもんよ。これは新記録じゃねえか。よっしゃ、お掃除完了だ。お疲れさん。換金するならエコポイントと金を引き換えるぞ。
エコポイント？カンヒロイの報酬は直接金を渡すんじゃなくてエコポイントっつポイントとして与えてるんだよ。エコポイントは換金することもできるし、食料やガラクタと交換することもできる。随分文化的なシステムだな。直接金を渡すといろいろ面倒なこともあんだ。回収業者のレートは年中変わるし、金より物が欲しいってやつも多いしな。ポイント制にすることで統率取れてんだ。このエコポイントが俺らの通貨と言っても過言じゃねえ。ほう、じゃあとりあえず換金してくれ。ほう、結構集めたじゃねえか。仕入りにしちゃセンスあるな。んじゃ俺のレクチャー代を差し引いて。ほらよ。せちがらいぜ。あとエコポイントは換金するより物と引き換えた方が得なんだ。覚えときな。へいへい。俺んちはここの駐車場だ。活かしてんだろ。缶集めやエコポイントの取引をしたいときは会いに来い。チャリならいつでも貸してやるぜ。わかったぜ、母さん。また来るよ。どうだった？すげえ頑張ったのに、これっぽっちだ。ホームレス稼業なんてそんなもんだ。今日は特別に飯をごちそうしてやるよ。いいのか？栄養失調で倒れられたら迷惑だからな。米が食いてえのは百も承知だが、今朝はパン屋の廃棄日でな。文句言うんじゃねえぞ。コッペパンか。なんだ、文句言うならやらねえぞ。そうじゃねえ、大好きなんだよこれ。あ？無所の中じゃ毎日くせえ麦飯ばっか食わされててよ。でも週に一回だけ普通のコッペパンが出るんだ。それが楽しみでしょうがなかった。なんで普通のコッペパンだろ。普通ってのがいいんだ。無所は普通の場所じゃねえ。くせえ飯を食ってるとそれを嫌ってほど思い知る。俺にとっちゃコッペパンの普通の味ってな、シャバの味だったんだ。シャバの味ね。ほらよ。いただきます。きーうめー。面白いやつだな。おい、集金屋が来たぞ。今月は随分と早いな。今から今月分を回収する。各自金を用意して寝床の前で待て。なんだあいつ。集金屋のテイっつってな。寝床料って名目でホームレスから金を巻き上げてんだ。はあ？なんで金払わなきゃいけねえんだ。ここはあいつの土地なのか。そうじゃねえが、俺がここに来る前からそういう決まりになってんだ。そんな金払う必要ねえじゃねえか。拒否すりゃいいだろ。俺だって毎回ぶん殴ってやりたいと思ってるさ。だが支払いは村長が決めたルールだ。村長が？噂じゃてえはハンピン・リューマンのメンバーらしくてな。ハンピン・リューマン？
偉人町に昔から根城がある中華マフィアだよ。奴らを敵に回せば何されるかわからねえ。殺されかねねえかな。何がマフィアだ。よし、恩義を返す時が来たな。やめろ。村長はここの平和を維持するために渋々支払いを飲んだって話だ。村長の考えを無視する気か。それはだからおとなしくしてろ。それより一番、2000円持ってるか。いや、とてもそんなにねえよ。やべえな、俺も自分の分で精一杯だ。一番、あん中に隠れてろ。俺がうまくやる。絶対動くんじゃねえぞ。なあ、分かった。よう、ナンバちゃん、景気はどうや。景気のいいホームレスなんて嫌しませんよ。そんな甘ったれたこと言ってっから社会復帰できねえんだよ。毎日酒飲んで寝てだらしねえ暮らししやがって。おっしゃる通りっす。すんません。ナンバ、このでけえのお前のか。ちょっと荷物が増えたんすよ。荷物？おい、中身確認しろ。お待てよ、俺にもプライバシーってもんが。てめえみてえなクズにあるわけねえだろ。サマじゃねえ。ちわーすの。いやー、ごめんよナンバさん。やっぱこんな奴らに我慢することねえよ。誰だお前。昨日からここでお世話になってるもんだ。そうか、だったらてめえもここの住人ってことだよな。住むからには払うもんきっちり払ってもらうぜ。金はねえ。ま、あったところで払う気もねえ。おいナンバ、めんどくせえの連れてきやがって。しかもそれを俺らに黙って書こうなんてよ。後でたっぷりお仕置きだぜ。この人は俺の命の恩人だ。その手どけろ。はあ、かっこいいね。まあお前みたいに尖った信号は時々いるんだよな。だが負け犬はどこでどんだけ吠えようと、所詮負け犬の遠吠えってやつよ。そういうバカには体で思い知ってもらうしかねえな。止めねでくれよ、ナンバさん。止める？冗談じゃねえ。止めても殺されて川の底に沈められるだけだ。こうなったらこいつら一発でも殴ってから死んでやる。ナンバてめえ、何信号にまかれてんだ。二人まとめて空き缶一つ拾えねえ体にしてやんぞ、こら。よっしゃ、行くぜ。かかってこい。よし、行くぞ。やんのか。はいよ。なめんなよ。おい来た。ほら来いよ。
とっておき見てろよ。行くぞ。これで俺の番だな。やってやるぞ。とっておきだ。見せてやるよ。来いよ。俺の番ね。なめんなよ。やってやるよ。ふん。とっておき。くそ。逃げるなら今のうちだぞ。やるか。よし、行くぞ。とっておきだ。見せてやるよ。おい、来た。現代ニュージー、倒れ。俺の番だな。とっておきだ。やるのか。分かってんのか。ここのホームレスから2000円ずつ集めてもよくて10万そこらだ。そんなせこいしのぎに精出すチンピラが生きがってんじゃねえ。本当にいいのか。10万を敵に回せば命はねえ。今詫びを入れれば今日のことは忘れてやる。そういうのをさ、負け犬の遠吠えっつうのよ。うるせえ。最後のチャンスで謝るなら今のうちだぞ。だから謝らねえっつーの。後悔しても知らねえぞ。よく吠えるな。じゃあ謝んねえとどうなるんだ。ハンピンなんとかってのがやってくんのか。ハンピンなんとかはそんなに強えのかよ。当たり前だ。横浜最大の中華マフィアだ。おい、てめえらよく分かってんだろうが。はあ。で、その最大の中華マフィアの幹部連中がここまでわざわざ来んのかよ。何？じゃあさっさと帰って幹部に報告しろ。小遣い稼ぎしてたらホームレスに帰り討ちにされましたってよ。でもどうかな。じゃあ俺らが敵取ってきてやる、なんて優しいこと言って出張ってくれんの。おめんとこの幹部はそんなに暇か。暇マフィア。あ、暇マフィアか。ふざけやがって。ふざけちゃいねえ。おめえも組織の人間ならわかんだろ。幹部が下っ端のいざこざくれえでいちいち出張るなんてしねえことくらいよ。こらめ、てめえで済むと思うんじゃねえぞ。後できっちり筋通させてもらうからな。うるせえ。だいたいここはリューマンの島の外だろうが。マジか。そりゃますますまずいんじゃねえの、ティーちゃん。何？俺は横浜のことは詳しくねえけど、縄張りくらいはきっちり決まってんだろう。あんたにとっちゃ軽い気持ちの小遣い稼ぎでも、やってることは立派な島嵐だ。自分とこの縄張り越えた上にホームレスからは返り討ち。組織のメンツも丸つぶれか。どう報告するか大変だなこれ。
貴様ら！なあ、てーちゃんよ、下っ端ってのはきついよな。俺もよくわかんだよ。でも弱いもんいじめはよくねえよ。よいしょ！今日のところは開けてやる。帰るぞ！そっかい。じゃあ次は何か食いもん持ってきてくれよ。勝手なことをしてくれたな。いや、でもこれでも奴にビビる必要ないっすよ。次にあいつらに手を出したらすぐに出て行かせる。俺らにとって一番重要なのは明日の寝床なんだ。忘れるなよ。いいな。あんなに怒ることはねえのによ。いや、すまねえ。やっぱ俺勝手なことやっちまったよな。いや、お前の見立ては間違っちゃいねえよ。おかげでずっと溜まってた怒りが発散できたってもんだ。俺だけじゃねえ、見てたみんなもすっきりしたはずだ。礼を寄せ。そんな礼なんてやめてくれよ。しかしお前は人を怒らせる天才だな。は？わざとじゃねえよ。それにそんなのやべえだけだろ。間違いねえ。でもな、厄介な才能でもその人間の魅力には違いねえ。そんなもんだ。どうだかね。しかし知らなかったな。横浜じゃ中華マフィアがあんなに幅を利かせてんだな。中華マフィアだけじゃねえ。この町を仕切ってるのは偉人さんだ。偉人さん？赤い靴開いてた女の子、偉人さんに連れられて行っちゃったと。さっきのテイが所属しているのが中華マフィア、ハンピン・リューマンだ。そしてこっちがコリアンマフィア、つまり韓国の組織だな。もちろん日本のヤクザもいる。その名も横浜青龍会。この3つを総称して地元の人間は偉人さんって呼んでんだ。じゃあ横浜青龍会ってヤクザはやっぱり近江連合の傘下なのか。バカ言え。青龍会は未だに一本独行を貫き通す筋金入りだ。じゃあ偉人町に近江連合は。近江連合どころか、偉人町には東条会さえ入ってきた試しはねえ。日中間によるこの鉄壁は肉の壁って言われるくらい頑丈だ。よその勢力は決して入ってこれねえ。肉の壁か、すげえ例え方だな。じゃあその3つが連携して町を守ってんのか。連携？そんなことしてねえさ。この3つはな、昔からバッチバチに睨み合ってんだ。え？じゃあ明日にでも戦争が起こったって不思議はないんじゃ。まあ冷戦状態だな。冷戦？何か少しでも摩擦が起こればいつ爆発してもおかしくねえ火薬庫みてえな状態ってことだ。なるほど。一番よ、いつ爆発するかもわかんねえ火薬庫に盗みに入る気になるか。冗談じゃねえよ。だろ。つまり冷戦状態である限り外部の組織は横浜に手を出さねえ。出したくたって出せねえ。一触即発だからこそ侵略者を防いできたってことか。でももし火薬庫に火がついて横浜の内部で戦争が起きちまうことだってあるんじゃねえのか。考えたくもねえな。
あの3つの組織はそれぞれがマジで半端じゃねえ。それこそ核爆発くらいの衝撃が走るんじゃねえかな。でも随分長いこと戦争もしてねえんだよな。だったらもうそんな気もさらさらねえだろう。意外とその偉人さんの幹部ってのも冷戦にかこつけてのんびり構えてるんじゃねえ。それは違うな。3つのトップはそれぞれが最強を目指し合うことで冷戦が保たれてるってことを誰よりも知ってる。むしろ日々組織力を高めて成長を続けてるはずだ。火薬庫のデカさは増すばかりか。横浜の裏社会で生きるってのはそういうとこで生きる覚悟が必要ってことだ。なるほど。十分気をつけろってか。まあな。でも一番お前はラッキーだったんじゃねえか。え？なんでだよ。お前は近江に寝返った親分から撃たれた。そして誰に運ばれてきたかは知らねえがこの横浜に来た。でもここ横浜は関東で唯一近江の手垢がついてねえ場所だぞ。少なくともここにいれば安全なんだからよ。そこはラッキーだろうよ。ああ、でも俺は偉人町でのんびりしてていいのかな。いや、さっさと出てけ。止めねえから。分かってるよ。すぐに出てくよ。何すんだよ。当分無理だ。無茶すりゃまた倒れるだけだぞ。口で言ってくれりゃ分かるっての。はあ、なんだそれ。やばい、覚醒。一番。え、ま、万札だ。あいつ万札持ってるぞ。万札だ。おい落ち着け。俺昨日この辺で万札落っことしたんだよな。何言ってんだよ。これは一番のもんだ。いや俺は万札なんて覚えがねえんだけど。ほら見ろ、やっぱ俺のだ。ほら返してやれ。いや久しぶりだな、ゆきっちゃん。もう一生会えねえかと思ったぜ。今綺麗にしてやっからな、待ってろよ。なんだこれ。どうした。裏が真っ白、おもちゃの札じゃねえか。いや、ちょっと待て。こいつはおもちゃじゃねえ。表はどう見たってモノコンの万札だ。それに透かしだって入ってる。え、おもちゃで透かしは入れねえやな。じゃあ裏はねえけど一応本物か。5000円分は使えるとか。アホ。ってことはつまりこれって偽札。偽札。お前どこでこれを手に入れたんだよ。違う、これは俺のじゃねえ。俺が落としたもんだって言ってたのは誰だ。俺が万札なんて持ってるはずねえだろ。持ってれとくに使ってるよ。分かってる、やめろ二人とも。お前のだろ。お前なんでこだも持ってんだ。こんな厄介なもの持ち込みやがって、いい迷惑だ。あのなあ、こいつをここに置いとくともっと厄介事を持ち込むぞ。こいつは追い出すべきだ。だから知らねえっての。偽札なんて全く覚えがねえよ。嘘つき。じゃあこれはどっから出てきたんだよ。待て、確かにこれは一番のポケットに入っていた。だがポケットには撃たれた穴が開いてるんだ。もし一番がもっと前から持ってたとしたら万札にも銃弾の穴が開いてるはずだ。だがこいつは開いてねえ。撃たれて気を失った後自分で入れるなんてこともありえねえ。つまり撃たれた後誰かが一番のポケットにこいつを入れたんだ。
誰が何のために。わかんねえよそんなの。ああ、ここに運んできたやつなのかな。でもそれが誰なのかもわかんねえんだよな。ああ、そもそもなんで俺がここに運ばれてきたのか、なんでそんな札があんのか、本当にわけがわからねえんだよ。嘘じゃねえよ。とにかく俺たちは警察が絡むような揉め事はごめんだ。そんなもんさっさと捨てて、もう騒ぎ起こすんじゃねえぞ。騒ぎにしたのは誰だ。村長に報告するぞ。南波さん、そりゃ勘弁して。で、分かった、約束する。騒ぎや揉め事には気をつけるから。やっぱ俺はここにいるべきじゃねえよ。だからって他に行くあてもねえだろ。だけどどこへ行ったってここよりはマシな気がするぜ。え？一日足を棒にして働いてこのざまだぜ。そもそも世の中にはよ、これっぽっちよかもらえる仕事っていっぱいあんだろ。あるだろうな。あるだろうなってじゃあやろうぜ。どの当てがあんのか。そんないい仕事を紹介してくれる知り合いでもいるのか。え？そうだ、ハローワークにでも行けや、なんかあんだろう。あのな、簡単に言うんじゃねえよ。みんな聞いてくれ。何する気だ。なあみんな、なんでこんな暮らししてんだ。一度でもハローくらい行ったか。行ってねえって顔だな。あんたたち体力はあるじゃねえか。手先の器用なやつもいるし、料理がうまいやつだっている。なのになんで仕事を見つけようとしねえ。めんどくさがってんじゃねえよ。おいおい、トラブルと揉め事から逃げてこんなしょぼいぬるま湯みたいな暮らしを続けんのか。ここで一生終えてえのかよ。俺はごめんだぜ。一緒にハロワに行って仕事にありつこうぜ。どうしても行かれってんなら腕つく。いい加減にしろ。みんなそれなりの理由があってここにいるってのは忘れたのか。なあ、わけありってことだろ。覚えてるよ。でも多少のわけがあったってここに居続けるよりマシだろ。面倒くさがらなきゃ働けるところぐらいあるさ。前科持ちでも大丈夫だって。てめえ勝手に決めんじゃねえ。な、ここには前科者も確かにいるさ。でもほんの数人だ。ほとんどのやつは罪人なんかじゃねえ。騙されて借金の保証人になっちまったやつ。家族のために頑張ったが期待に応えられず、その家族にも逃げられて途方に暮れちまったやつ。みんな心が折れて仕方なくここに流れ着いてきたんだ。お前心が折れちまった人間の気持ちがわかんのか。ああ、みんな家族や親兄弟もいて捜索願いも出てる。待ってる人間がいるって分かってんだ。そりゃそこに帰りてえさ。でも帰れねえよ。折れた気持ち引きずったまま帰れやしねえ。そんな奴らを無理やりハローワークに連れていくだ。そんなことしたら一発で居所がバレてまたどこかをさまようなきゃなんねえんだぞ。働くのめんどくさがってるだと。みんなまともな仕事をやりてえよ。でもそういう仕事に就きたくてもそれができねえ事情があるんだ。だから遠回りでもここで頑張ってんだよ。すまねえ。てめえの価値観を押し付けんのはやめとき。まあでもよ、例外もいるぜ。え？一番の言うように前科者で面倒くせえことから逃げてるだけのやつも一人いるな。は？俺だよ。確か難波は元看護師だったよな。なんでホームレスに。んな話はどうでもいいんだよ。
お前の演説には一理あんのも確かだ。よし、思い立ったら吉日だ。一緒に行ってみっか、ハローワーク。そういやよ、お前の背中大層な入れ墨が入ってたじゃねえか。あれは竜か。いや、あれは竜じゃねえ、竜魚だ。竜魚。うん、本当は竜を掘りたかったんだけどよ。え、なんで竜を掘らなかったんだよ。竜ってのはうちらの世界じゃ一流の極道の象徴みたいなもんなんだ。俺みたいなペーペーが軽々しく背負えるようなもんじゃねえんだよ。そういうもんなのか。まあでも流魚ってのもなかなかかっこいいじゃねえか。だろう？俺も気に入ってんだ。いつかすげえ男になってよ、この流魚を流以上に輝かせてやりてえって今はそう思ってんだ。へえ、いい心意気じゃねえか。ならそのためにはひとまず職くらい見つけねえとな。だよな、すまねえな流魚ちゃん。いいな。あの男の前にあるのは将棋盤か、青空将棋ってやつかな。時間がある時にでも手合わせ願おうかね。
こんなにいんのかよ。若いやつも結構来てんな。一番、お前何歳だ？42歳だ。ナンバは？確か41かな。どっちも望みは薄いな。歳なんて関係ねえ。仕事ってのは熱意だよ、熱意だろ。熱意ね。やる気はあるつってんだろ。まだまだ若いやつには負けねえよ。松尾さん、あなたお酒臭いですよ。そういった方は斡旋しかねますんで、まずお酒をやめて後日改めて来てください。わかる。こんなとこ二度と来るまんか。次の方。はい、よろしくお願いします。現住所が空欄ですが。今住むところがなくて。でも仕事は真面目にやります。酒も飲んでません。では今回は特別に。もう決定か。ご実家の住所を書いといてください。え、なんだ。あ、でもその実家もないんすよ。ああ、いわゆる路上生活ということですね。では自立支援センターの方へ行ってください。なんすかこれ。健康診断や技能講習を受けられますんで。いや、俺が紹介してほしいのはこういうのじゃなくて仕事なんすよ。現状では斡旋しかねます。規則ですので。お願いしますよ、俺頑張りますんで。無理なものは無理です。規則ですので。はい、次の方。ちょっと待ってくれよ、もう少し話しよう。おい、さっさとどけよ。どうだ、熱意は伝わったか。いや、全くダメだ。だよな、俺も門前払いだ。捨てる神はいても拾う神はいないってことさ。全くその通りよ。どうだい、見捨てられたもん同士、その辺で仲良く飲まねえか。お前と一緒にすんじゃねえよ。ハッ、ホームレスの分際で透けしやがって。こんなんだったら魚でも釣りに行ってる方がマシだったぜ。とんだ無駄した。腐るなよ、他に方法がある。諦めちゃダメだ。あんたたち仕事を探しに来たのかい。ああ、だけどホームレスには斡旋できねえとよ。それは難儀だね。でもそれじゃ困るだろう。そりゃ参ってるさ。でも仕方ねえよ。でも見たところ、あんたたち根は悪い人間じゃなさそうだな。お世辞なんていらねえよ。でもありがとうよ。今夜ちょっとしたバイトをしないかい。あ、と言っても雇い主は私じゃないよ。桜川の向こうにスナック街があるんだが、そこにハーバーライトっていうスナックがあってね、ママさんが今夜一晩だけバイトを探してるらしい。スナック、一体何すんだ。さあね、詳しくは知らんが、仕事をこなせば5000円ほどくれるみたいだよ。5000円はありがてえ。行ってみるか。ああ、ありがとな、おっちゃん。ちょっと、こんなところで斡旋しないでくださいよ。ん？何のことだ。見てましたからね、規則違反ですよ。まあまあ、
規則や法律の中だけでは救えない人間もいるんだよ。これくらいは許されることさ。はあ、いっつも勝手なんですから、所長は。ハローワークのおっちゃんに紹介されてきたんですけど。え？ハローワーク？私が頼んでおいたのさ。ハロワの神戸に用心棒よこせってね。ちょっと浜子さん、勝手なことしないでよ。そんなの払うお金ないわよ。5000円で命張ってくれるなら安いもんさ。二人もよこしてくれるなんて、神戸も気が利くね。ちょっと待ってくれよ。用心棒？命張るって一体何の話だ？俺らに何させる気だ？一から説明してやるよ。こっち行きな、坊やたち。川沿いに店が並んでるだろう。全部ここと同じようなスナックさ。この辺りの店はもう何十年も泥棒にあっててね。泥棒？泥棒って言っても盗むのは金じゃないよ。奴らが盗むのは電気さ。電気？東電ってやつか。ああ、あの電線を見てみな。この電線はずっと昔に奴らが勝手に張ったものさ。奴らって誰だ？あれってコミジュルじゃねえか。コミジュル？なんだそれ。もう話したろ、偉人さんの一つ、韓国マフィアだ。コミジュルって名前の組織なのか。いや、連中に名称はねえ。コミジュルってのはあの場所そのものの名前だ。じゃあそれがそのまま通り名になったってことか。そういうこと。ここいらのスナックはずっとコミジュルに電気を使われ続けてんのさ。その電気代だけで1店舗あたり月数万はいくよ。もちろんコミジュルは払ってくんないから店が負担してんだよ。犯人がコミジュルって分かってんなら行動すりゃいいじゃねえか。とりあえず泥棒だからまず警察に連絡か。ではどこだ。それができりゃ誰も苦労しねえだろう。だよな、ばあさん。まあそうだわね。え？なんでだよ、窃盗だぜ。警察様の出番だろう。警察は取り合わねえよ。コミジロのアジトに行くなんてやべえことするはずがねえ。やべえこと？どれくらいやべえことなんだよ。生きて帰ることはまずないね。また大げさな。大げさじゃねえ。コミジロに近づく人間はヤクザ、マフィア、警察関係なく片っ端から消えてくって昔っから有名で、墓場みたいなところだぞ。偉人さんの他の連中だってあそこに近づくのは嫌がるくらいだ。南波さんは知り合いいねえのか、コミジュルに。いねえよ、知り合いたくもねえ。そっか、じゃあコミジュルから離れたところでそいつらの誰かを見つけ出してから。あそこから一歩でも外に出たら誰が誰だかわからねえよ。バッチつけてるわけでもねえ。コミジルの連中ってのは偉人さんでもひときわアンダーグラウンドな存在なんだ。なるほど、町じゃあってもわからねえ。会いたきゃあそこへ行くしかねえか。で、行けば死ぬのは間違いなし。てわけで、ばあさん、こりゃ諦めてもらうしかないぜ。そんな簡単に言わないでくれよ。こりゃ死活問題なんだ。そうだよな、なんかいい手がねえもんかな。おこら一番、お前何言ってんだよ。関わるのはよそうぜ。だったら電線切っちまえばいいんじゃねえ。コミジュルが勝手に貼ったもんなんだし。バカよね。だよね。だから昨日切っちまったとこだよ。え？何してんだよ、ババ。すみません、私も止めたんですけど。
まあまあね、そんなことしたらどんな仕返しをされるかわかんないって泣いて止めるんだけどさ、今までもずっとこの繰り返しで、ついに昨日堪忍袋の尾が切れてブチッとやっちまったのさ。私も年かね。年のせいにすんじゃねえ。どうするつもりなんだ。そこんとこはあんた方に頼みたいわけさ。ふざけんなよ。そんでやったのは昨日だな。コミジュルからの反応は？今日ママが出勤したらこんなもんが店に放り込まれててな。今夜中に復旧しろ。電線を直せってことか。もし直さなかったらどうなる？そうね、相手は姿も見たことねえ連中だし、連中の言ってることが脅しじゃなけりゃ、なんか仕掛けてくるかもしんないね。来るかもしんないねって、絶対来るさ。あのな、ばあさんが自分の大事な店を続けたい気持ちはわからんでもないけどさ、さすがに無茶すぎ。自分の店？あたしゃここの常連客だよ。ママのこと思って用心棒を手配したってわけさ。はあ？どこまで勝手なババアだ。とにかく冗談じゃねえ。俺はコミジュルと関わり合うのなんて絶対にごめんだぜ。絶対にだ。そうかい。嫌ならお帰り。腰の抜けたボディーガードに払う金はないよ。ああそうかい。こっちから願い下げだ。おい帰るぞ。すみませんでした。本当にお騒がせしました。あんたこれからどうするつもりだ？電線をまた引き直して、それでも揉めたら誰かにお金を借りて示談なりなんなり。そんなのやめときな。あたしゃ納得いかないよ。うるせえババア。そもそもてめえのせいだろ。ばあさんの言う通りだ。納得いかねえな。は？泥棒された上、その泥棒にまた金払うなんてありえねえ。バイト代は5000円だったな。ああ、それがママの出せる限界でね。でも構わねえ、俺やるぜ。マジかよ。ちょっと待てよ。仕事を選べる立場じゃねえんだ。人助けして金までもらえるなら願ったり叶ったりさ。いいこと言うじゃないか。あんたはちょっと違うと思ったよ。誰かさんと違って。このバーバー。本当にいいんですか？ねえ、男に二言はねえ。俺たちで引き受けるぜ。ちょいマジ、俺たち？俺も入ってんのか？ま、やる気のねえやつはお荷物だ。嫌ならお帰り。分かったよ、もうやるよ。やればいいんだろうが。よし、話は決まったね。心強い用心棒が二人もいるんだ。営業開始と行こうじゃないか、ママ。しかし、不気味なビルだな。こんなに電線引っ張って、やつら一体何に使ってんだ？俺が知るはずねえだろ。飲みすぎだぜ、ナンバ。たった5000円ポッチで命かけろって言われてんだぞ。そう言うなよ。死ぬと決まったわけじゃねえ。でもよ、おかしいと思わねえか。コミジュルってのはあの建物の中に閉じこもったままで、そこの人間は大っぴらには人前に現れねえ。何十年もそうだ。そんな奴らが今更電線を元に戻せて、客のいるスナックにわざわざ乗り込んでくると思うか。じゃあこのメッセージはただの脅しってことか？俺はそう睨んでるぜ。偉人町の人間はコミジュルを恐れてる。それはコミジュルも分かってる。こんなもん投げ入れられたら
普通はビビってすぐに言うこと聞くのが普通さ。だから石黒を投げて脅して送電戻すの待ってるんで、戻したかなんて確認もいちいちしねえさ。もし確認しに来てそのままほっといたら。そりゃお前もう一個また投げに来るかもな。俺たちはずっと戻さないって決めたんだ。今はそれで済んでもいつか乗り込んでくるかもしれねえな。だからよ一番、もう石ころで住んでる今のうちに、もうこれは脅しだけだっつってママとばあさんほっといてずらかろうぜ。聞こえてるよ。たく地獄耳なばあさんだぜ。ん、どうした。いや、あれ誰もいねえじゃねえか。いや、さっき人影が。ってポップコーンかよ。ビビがせやがって。いらっしゃいませ。お客さん、うちは初めてでしたっけ。まあな。あの男、ハローワークにいたやつだ。本当だ。あの野郎、無職のくせに飲み屋なんか来やがって。ん、なうわら、やめろ。お前コミジュルなのか。おい待て。邪魔すんじゃねえよ。なんであんなことしたんだ。雇われたんだ。あの店をめちゃくちゃにすれば大金をくれるってな。お前を雇ったのは韓国のマフィアか。そうだろう。知らねえよ。公園で飲んでたら声をかけられたんだ。店をぶっ壊せば100万くれるってな。邪魔するってなら、てめえらも容赦しねえぞ。かかってこい。俺の番だな。やってやるぞ。おっしゃ、行くぞ。ああ、うわ、うん、おっしゃ、とどめだ。うん、うわ、うん、うわ、うん、大丈夫ってか。てくせな。お前、名前なんだっけ。ハローで呼ばれてたよな。そうだ、松尾だ。だよな。うるせえ。あのな、お前、店を襲っただけで100万なんて簡単にもらえると思ってたのかよ。お茶悪いか。お前を雇ったのはあのビルにいる韓国マフィアだ、間違いに。なんでわかる。まあ身に覚えがあるっていうか、襲われる理由があってな。でもあいつらはな、公園で酒飲んでる無職男に100万もくれてやるほどお人よしじゃねえ。そうかよ。お前に声かけてきたらどんなやつだった。顔は見たんだろ。さあな、覚えてねえよ。てめえちゃんと答えろ。やめろ。ナンバー、聞きたけ、あのアマに聞け。アマ、お待て。おい一番、おうな、やめとけ一番。あそこに入ったやつは生きて帰れねえんだぞ。あい
つ笑ってやがった。あの野郎、コミジュルに雇われたんじゃなくて、あいつがコミジュルの。ああ、奴がコミジュルのメンバーかもな。なんだよ、どんどんやべえことになっちまってるじゃねえかよ。あいつアマって言ってたぞ。コミジュルに女がいんのか。そんなの知らねえよ。今そんなのどうでもいいだろう。一番、見ろ。やべ、逃げろ。どうすんだよ、殺されちまうよ。くそ、よし、一か八かだ。何してんだよ。あんたらが雇ったやつだ。あんたらのお仲間かは知らねえけど、もうそっちに帰ったんだ。俺らも返しちゃくんねえか。ここで俺たち殺しても死体の始末ってのも大変だろ。やめとけって。あとそれとよ、スナックの電線の件だ。あれでスナックは廃業寸前なんだぜ。あんたらどっちみちあの店が潰れりゃ電気だって取れねえだろ。もういい加減やめてやれよ。お前の方こそやめてくれ。あんたらも気合の入った組織なんだってな。だったらチンケな東電なんて似合わねえだろ。やめとけよ。もう知らねえ、俺ら死んだな。気が済んだか。え、嘘。ありがとうよ、そうこなくちゃ。おい、帰ろうぜ。マジかよ。ありがとうございます。待った。え？はい。なあ、違うって。へえ。わかった。おう。おう。
いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ごちそうさん。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ございました。金色の虫だ。すげえ。眩しいくらいに輝いてるぜ。こいつはかなりのレアもんだ。誰かに自慢してえな。お、取れた取れた。虫取りなんてガキの頃思い出すぜ。何かに役立つかもしれねえし、持っておくか。まったく信じられないザマス。まだあの凶悪犯を捕まえてないざますか。こちらもパトロールを強化しているのですが。何か事件でもあったのか。彼のせいで川がこんなに黄ばんでるざます。いやいや、さすがにそれほどでは。ともかく一刻も早くタチション犯を捕まえるざます。凶悪犯ってタチションするやつのことか。まあ迷惑ではあるな。あの警官も悩んでるみたいだし。あの、そうだ。ん？ええ。
ああ、ありがとうございます。それでは。ああ、開けてみるか。やったぜ。この鍵で金庫を開けられるんだな。これからも鍵を持ってるときは積極的に金庫を開けてみるかな。おい、お、この家ゴミだらけじゃねえか。そこ一応質屋さんらしいのよ。え、質屋ってこれゴミ屋敷ってやつだろ。こんなとこで商売なんてやってんのか。買ってる人は見たことないわね。あんまりひどいから役所の人が何度か説得しにここの店主に会いに来たんだけど、ここのものは全部店の商品だ、勝手なことをしたら訴えるって店主が言い張って平行線みたい。こんなゴミが商品ね。匂いもひどいし虫も湧くしで、私たちも困ってるのよ。なんとかしてほしいんだけどね。確かに近所にこんなのあったらきついよな。
いいぜ。ありがとうございます。わかった。あんた、なんでそんなにゴミを処分したがらねえんだ。これはゴミじゃねえ。俺と妻の思い出なんだ。思い出？この店はもともと俺ら夫婦で切り盛りしてたんだ。大した稼ぎはなかったが、それでも楽しくやっていた。ああ、そういえば元はちゃんとした店だったらしいな。だがある日、家内が店番中に倒れてしまってな。発見が遅かったせいでそのまま死んじまったよ。上ごとで最後まで店の心配をしてたらしい。その時俺はといえば家内を置いて外で遊んでた。最低だよな。俺が殺したようなもんなんだ。俺が店にいればあいつは助かったはずなのに。
その死に目にも会えねえなんて。ゴミさん。それからなんとか一人で店を続けていたんだが、客に商品を渡すときにふと思っちまったんだよ。この質草はあいつが鑑定したものなんじゃないかってな。そう考え始めたら、この中にあるものすべてに家内の魂が宿っているように思えてきてよ。それ以来何かを捨てるのが怖くなった。あいつごと捨ててしまうことになるんじゃねえかと考えちまうんだ。そして気づいたらこの有様さ、商品なんて言っていたが売る気なんかさらさらねえ。俺だってダメなことくらい分かってんだ。でもよ、あいつが触れていたかもしれねえ塵一つ俺はもう失いたくねえんだ。あんたの気持ちは分かった。嫁さんを失ったのは本当に辛かっただろうな。だがよ、あんたの嫁が最後まで気にしていたその店ってのは今どこにあるんだ。俺は近所の人に言われるまでここが店だなんて分からなかった。どこを見てもゴミばっかりだ。二人で守ってきた大切な店がゴミに隠れて見えなくなっちまってるぜ。嫁さんの魂が宿っているとすれば、そりゃそこらに散らばってるゴミなんかじゃねえ、この店なんじゃねえのか。ゴミさん、お二人の大切なお店取り戻しませんか。キヨコ。業者の方は手配しておきました。近々撤去作業が開始されます。ご迷惑をおかけいたしました。それは俺よりも近所の人に言ってやりな。それでこれからあんたはどうするんだ。この店をきれいにしてまた質屋をちゃんと営んでいこうと思います。家内が守ってくれた大切な店です。どこかで見ていてくれるなら胸を張って見せられるように営業していかないと。そうか。それじゃそのうち俺も利用させてもらうぜ。春日さん、本当にありがとうございました。今日はうちの課長に堂々と報告ができそうです。これはお礼の気持ちです。福祉課だったか。あんたも頑張れよ。昇進したら炊き出しの豚汁の肉をもっと増やしてくれや。そうですね、頑張って掛け合ってみます。じゃあ俺はそろそろ行くぜ。またな。はい、それでは。俺もたまには片付けしねえとな。
なあ。おう。ざけんな。いや。強くなっちまったか。さあ、おとなしく捕まりな。あとチャック閉めろよ。いやー、春日さん、お手柄ですね。まあな。しかし、またなんでこんなに立ちションを。大自然に解き放つ解放感と、あっけなく流されていく切なさがたまんねえのさ。わかるだろう。全くわからん。さあ、あとは書で詳しく聞かせてもらいますよ。くそ、こんなことになるなんて。ご協力感謝します。おかげで犯人を捕まえられました。こちらがお礼です。また何か怪しい人物がいたら、ぜひ私にご連絡ください。ほら、行くぞ。ふう、一件落着だな。お、そういえば俺も少し尿意が。いや、ちゃんとトイレに行かねえとな。
おう。来たかい。おはようございます。大きな、今日はもう店じまいだよ。おーい、上のみんなも一旦出てっておくれ。なんなのよ、こんな時間に。もう少し寝かせてよ、浜子さん。今から掃除が入るよ。みんな夕方まで出かけてな。昨日、あんた何人？5人も相手してくたくたよ。小料理屋ってこういうことか。まかないはなさそうだな。仕切りすぎて埃も出ねえよ。お一番、このティッシュ拾ってくれよ。てめえでやれよ、仕事だろ。仕事でも触りたくねえもんは触りたくねえんだよ。わがまま言ってると一生ホームレスのままだぞ。俺は潔癖症のホームレスなんだ。アホか。違法風俗反対。異人町から撤退せよ。川沿いの飲食店経営者に注。こちらはブリーチジャパン。横浜地区リーダー久米である。ブリーチジャパン。違法風俗反対。異人町から撤退せよ。川沿いの飲食店経営者に注。こちらはブリーチジャパン。なんだあれ、知らないのか。ブリーチジャパンだよ。違法風俗反対。身長から撤退せよ。ブリーチジャパン、いわゆる NPO ってやつだ。もう14、5年前か。全てのグレーゾーンを白色にってスローガンで世の中に出てきたんだ。世の中には白黒つけがたいグレーな領域があるだろう。厳密には法に触れてるが、昔からの習慣で警察も目をつぶってる部分さ。そこが犯罪の温床になっているって主張してグレーゾーンに切り込んだのが奴らさ。ブリーチってのは漂白って意味だよ。グレーゾーンを漂白か。うん、横浜だけじゃなく全国に支部がある。で、そのブリーチジャパンの設立者が青木亮だ。青木亮、今の東京都知事だよ。それって町の浄化作戦をやったっていう。確かカムロ町産経作戦。うん、分かってるじゃねえか。青木亮は時代の寵児になってテレビや雑誌に引っ張りだこ。今じゃ東京都知事だ。政界に進出するタイミングでブリーチジャパンの代表は降りたが、今でも青木のカリスマ性は衰えちゃいねえ。だからあんなに若者が集まるのさ。もしかしてあいつらがここに集まった理由ってのは。
状は飲食店として役所に届けております。しかし2階に上がった客は食事など食べません。中井の女性が運んでくるのはお茶だけなのです。では客の男は中井と何をしているのでしょうか。それはいかがわしい行為に他なりません。近所に住む人間なら誰だって知っていることです。れっきとした犯罪行為が何十年にもわたって堂々と行われているのです。しかし働かされる女性の多くは店に洗脳され、その重大さに気づいておりません。犯罪に加担する哀れな女性をなくすため、我々ブリーチジャパンは店の撤退を訴えます。じゃかしんだよ、ガキンチョどもが。ここの女たちは頑張って働いてるだけさ。頑張っていれば犯罪も許されるんですか。お前らみたいな鬼さんにどうこう言われる筋合いないんだよ。だったらなぜ飲食店として営業許可を取ってるんですか。やましい気持ちがあるからでしょう。守るもののためには仕方ねえ時もあんだよ。守るものとは何ですか。借金の返済日ですか。ローンの支払いですか。バカ野郎、お前ら体張る女たちを何だと思ってんだ。病気の親を面倒見る娘もいりゃ、幼い子供を抱える母だっていいんだよ。みんなここが最後の砦になってんだ。聞きましたか皆さん、犯罪で稼いだお金で我が子を育てる女性がいるそうです。その子が将来親の仕事を知ったらどう思うでしょうか。深く傷つき親を恨むでしょう。職業なんて関係ねえ。どんな親を持ったって幸せになる子はなるんだ。じゃあ連れてきてくださいよ。風俗嬢を親に持って幸せだってお子さんを。いちいち上げ足取るんじゃねえ。さっさとここから消えな。ほら、いないでしょ。風俗嬢を親に持って幸せな子供なんてここにいるぜ。2階のゴミ箱に入ってたいろんなもんの詰め合わせだ。ばらまいてやっから受け取んな。ちょ、それってもしかして。そらよ。なかなかやるじゃないか一番。なあ、はい、
おい。では。おう。その元気がありゃ、ちった親孝行に向けるこったね。しかし、ブリーチジャパンがここまでする連中だったとはな。ひでえな。奴らの目的ってのは、本当にグレーな部分をなくすことなのかい。あの連中の大義名分は立派でも、本音は支援金もらうのが目的なんだろうね。大義名分があるとはいえ、やってることは結局いじめさ。嫌な時代だね。さてと、すっかり遅くなったし帰るか。ああ悪いね、二度も助けられちまって。どういたしまして。また掃除が必要な時は呼んでよ。ちょっと待ちね。ん？あんたたちホームレスなんだろ？ああ。
ここに住まないかい？2階の一部屋を貸してやるよ。え？え？本当にいいのか？それは助かるぜ。でも一部屋潰す余裕なんてあんのか？女の子の仕事が減って金に困るんじゃ。別に私はお人よしで貸そうってんじゃないんだよ。あんたたちに部屋を貸すと居住権ってもんが発生する。それが私の狙いってことよ。狙いって居住権ってのが俺らにあるとどうなるんだよ。頭悪いね。あんたらはここに住む権利があるって法律的に主張できるのさ。わからねえな。わざわざそんなことしなくてもここはあんたの店だろ。そうだよ。でも住んでるところはまた別さ。ここは単なる店舗だからね。ここには私の居住権はないのさ。そっか、なるほど。それにここの土地と建物は借り物だよ。ブリッジジャパンの連中がここの所有者をけしかけて私らを立ち退かせようとするかもしれないからね。確かにやりかねねえな。でも居住権ってのはこれがなかなか手ごわい権利でね。それさえありゃ土地と建物を所有してたって住んでる人間を簡単に追い出すことはできなくなるのさ。なるほどね。俺たちが住むことで店を守る最後の防波堤になるってわけか。やっとわかったようだね。本当に住ませてくれるのか？本当に俺らでいいのか？ま、店の子たちだと国籍がないから賃貸契約が結べなくてね。仕方なしさ。冗談だよ。スナックの意見を見込んでこっちからの頼みさ。わかった。住み込みのガードマンやらせてもらうぜ。その代わり途中で出ていくなんて許さないよ。ブリーチジャパンが一人町から去るまではきっちり面倒見てもらうよ。わかってるよ。オンに切るぜ。よっしゃー。お見ろ一番、天井があるぞ。天井が。おお、これが俺たちの城だ。立派なもんだぜ。最高だぜ。布団もふかふか。いや、やっぱしけてんな。それくらいなんだよ。俺は潔癖なんだよ。その布団の匂いにはこの店の歴史と年季が詰まってんだよ。しかしホームレスから脱出できるなんて思ってもみなかったな。ありがとうな、一番。バカ、礼を言うのは俺の方じゃねえか。ナンバがいなかったら俺は死んでたんだぜ。なあ、ナンバって看護師だったんだろ？まあな。なんで辞めちまったんだ？病院の薬をくすねて闇で売ってたんだ。結構いい金になってよ。そのうち海外の医薬品まで仕入れるようになってな。手を広げすぎたらあっという間にバレちまった。まあ、おかげで看護師免許は剥奪されちまった。だよそれ。またバカなことやっちまったな。うん、後悔してるよ。でもここからやり直しはいいじゃねえか。看護師は無理でもまた新しい目標だってできるだろう。簡単に言うなよ。そういう一番はなんか目標があるのか？え、いや、わかんねえ。ずっと追いかけてきた背中が目の前から消えちまったんだ。俺はその背中しか見てこなかったから、他のことなんて。組長さんのことか？なあ。まあお前なら何だってできるだろう。簡単に言うなよ。もう40超えてんだぜ。
お前さっき俺には随分簡単に言ってくれたくせによ。だったな、悪い。目標か。一番よ、お前子供の頃何になりたかった？え？あなんだっけな。もったいぶるなよ。照れてんのか？ガキの頃、俺勇者になりたかったな。あ？勇者？どういうこと？ドラクエに出てくんだろ？あの勇者だよ。それゲームのキャラだろ。ありえねえよ。悪いかよ。いや、まあそんなの自由だろ。なりたいもんになりてって、そんな夢見るくらいは自由だろ。だよな、一番。なんだよ。なりゃいいじゃねえかよ、勇者。うん、なるべきだ。やめてくれよ、それガキの頃に思ってただけで。でも今目標はねえんだろ。じゃあ残ってる目標はそれしかねえじゃねえか。酔っ払ったのか？大体そんなの職業でもねえし。そりゃ職業じゃねえよ。でも勇者ってのはスライム倒していつか成り上がってなるもんだろ。生き様だろ。成り上がる生き様か。そうさ、お前なら今からだって成り上がれるぜ。40過ぎて成り上がりか。悪くねえな、成り上がりって生き様。一丁ドーンとかましてみっか。おう、その息だ一番。俺たちの輝かしい未来に乾杯だ。うん、未来の勇者にな。乾杯。勘弁してくれ。今度はあの店必ずぶっ潰すから。失敗して悪かった。金だってもういらねえから、もう一回チャンスを。あの邪魔した二人は俺が必ず始末する。あのままじゃあんたらも困るだろ。네가걱정할필요는없어。가게에는전화해뒀다。나머지는우리가알아서처리하지。何？何て言ったんだ？お前のようなクズを雇ったのが間違いだった。ああ、죽어라。